綺麗。あれ？学校どこ？おはようございます。誰？今日からこっちに転校してきました、樽水光です。ああ、樽水さん、今何時間目だと思ってんの？お昼くらい。遅刻の理由は？朝ちゃんと家を出たんですけど、初めての街とか知らない道はワクワクして、つい車欲が高まるというか、気がついたら学校からかなり離れちゃって、ごめんなさい。車欲って何？写真を撮りたい欲望のことです。よくわからんが、転校初日から遅刻だし、それ持ち込み禁止だから没収な。ええじゃない。変なやつ、なんか面白そうじゃん。ねえねえ、カメラ。盗難の危険もあるんだから、明日からは持ってくるなよ。他の先生に見つかったら面倒だろ。私が。はい。でも写真部に入ったらカメラ OK ですか？写真部？はい、青子は写真部がすごいじゃないですか。だから私ここに転校できたのめちゃくちゃ嬉しくて。すごい。やだな先生、知らないんですか？ほら、去年も一昨年も葉山さんの写真すごく憧れてて、私も応募して賞取れたらって。だから絶対写真部に入部するんです。葉山ね、そういえば写真部だったか。だった？写真部、今年から廃部になったから。え？やっほー転校生。樽水さんだっけ？カメラ返してもらえた？朝マジウケたわ。誰？同じクラスでしょ。私秋元あまね。あまねでいいよ。私は青の、青のねね。よろしく。ねえねえタルタル。タルタル？ねねのことどっかで見たことない？あまねやめて。今日初めて会ったと思うけど。ほら、知ってるわけないでしょ。絶対チラッとくらいあるって。ほら。これ青野さん？そう、すごいよね。ね、かわいい。モデルしてるの青野さん？別に可愛くないし、モデルじゃないから。まだそれ、お姉ちゃんの友達のショップでモデルがいないとき使ってもらってるだけで。まだってことは、いつかモデルになりたいの？いや、まあなりたいかもね。もう絶対なるって言いなよ。ねねはモデルのことはっきり言わないんだから。そういうのマジ良くない。うるさい、あまねには関係ないでしょ。ひどー、誰よりも一番に応援してるのに。ちょ、やめて。二人は仲いいんだね。まあね。別に、ただ中学から一緒ってだけ。なんだよ。そういえば樽水さん、ため息ついてたよね。隅田先生に何か言われたの？ああ、私カメラ好きで写真部に入ろうと思ってたんだけど、廃部になったって。そう。おう、
廃部？写真部って北校舎の3階に部室残ってるよね。本当？ありがとう。ちょっと行ってみる。あまね、あんまりベタベタしないで。私そういうの好きじゃない。なんだよ、友達じゃん私たち。そうだけど。すみません。誰？もしかして、はい、葉山先輩。2年のタルミズです。今日転校してきて、私先輩の撮る写真が好きで写真部に入部したくて。あ、ありがとう。でももう部はなくて同好会なの。どうして？去年も一昨年も全然新入部員が入らなかったの。人気ないのかな写真。そんな、先輩の写真は素敵です。2年前に受賞された少女写用なんて、どうやったらこんな風に撮れるんだろうって、私何百回も見て。ありがとう。たるみずさん、写真好きなんだね。はい、大好きです。そっか。先輩？うん、私今ちょっとスランプっていうか、最近あんまり撮ってなくて。もうすぐショーの締め切りなのに、部もなくなって一人だし。あ、でもオースチンいるから一人じゃないけど。もう今年で最後なのに、どうしよう。先輩、二人で応募して一緒にショーを取りましょう。二人で？でもきっと私の写真なんかじゃショーは無理ですよね。何言ってんだろう。ありがとう。お互い受賞できたらまた部に戻れるかもしれない。一緒に頑張ってくれる？はい。何撮ったらいいのかな。どうしよう。普段気軽に撮ってるスナップか、先輩みたいに女の子の写真もいいよね。あ、モデルなりたいかもね。二人は仲良しなんだね。まあね。そうだ、私たちの写真を撮らせてほしい？お礼はするからお願い。何買ってもらおうかな。調子に乗るな。それに私はいいって言ってない。なんで私とアマネなの？私は嫌。そっか。でも昨日撮った二人の写真すごい可愛くてドキドキしたの。みんなは知らない二人だけの表情をもっともっと見たい。だから誰とかどっちとかじゃなくて、私は今二人をどうしても撮りたい。そんなの。いいじゃんか。ねね、モデルになりたいんでしょ？ショーに出す写真のモデルなんて絶好のチャンスじゃん。それに今はもう友達なんだから、嫌とか言うな。わかった。いいの？二人とも。いきなり写真撮るって言われても、どんなポーズしたらいいのかわかんないよね。小道具があればそういう手持ち無沙汰は解消されるし、特にお菓子は可愛いプラス食べるって行動ができるから便利なんだ。ふーん。はい、撮るよ。え？ちょっと待っ、
ほらほら、早くしないとアイス溶けちゃうから。秋元と会うのに樽水？あいつあの様子だとまたカメラを学校に持ってきて。かわいいよ二人とも。ちょっと甘め近いって。まあいいか。放課後で郊外だし。それになんだか。作品撮りしたの？はい、クラスの友達で、この間。え？へえ、こんな上手だと思わなかった。あ、そうですか。先輩の方はどうですか？何か撮りたいイメージとか。あれ？この子たち、アマネとネネちゃん？先輩知ってるんですか？うん、中学が一緒だったの。まだ仲いいんだ。まだ？二人中学の頃付き合ってたんだよ。え？別れたと思ってたけど違うのかな。元カノ同士ってことですか？岩見清子、ルミナスブルー、全国書店で発売中。せーの、一人者。今の二人の写真を撮りたい。